憧れの奈良。さて、おはようございます。ちょっともうニヤニヤしちゃうんだけど、っていうかもうさっきからニタニタが止まらないのですが、そうめんか。なんかね、細いそうめん、ね、をいただけるお店があるということでやってきました。はい、細いそうめん。不思議。ああ、すごく優しい味。ああ、ちょっとこれ、むっちゃんにあげれないやつだよこれ。むっちゃん食べたらダメだこれ。体に毒だこれ。こういう食べ物って世の中にあるんだ。執着力。たらふく食べたい。すごい上品な甘さだね。こう、いただきます。ああ、ボロボロいっちゃう。大切にしていただかないと。いや、これ本当落ちる恐怖心との。いただきます。これこれモンブランじゃない、栗。本当に栗の旨味そのまんま。ああ、本当だ。栗の香り、旨味、甘さが。ああ、そういうことか。うん。
早速お部屋行ってみたいと思います。のお献立でございます。先付けが白子の茶碗蒸しでございまして、大和太ネギをすり流しにしております。中に白子とあぶった白子が入った一品になっております。茶碗蒸しって言ってないじゃないですか。そして小鍋がぶりしゃぶでございます。こちらのブリの方はお出汁が温まりましたら入れていただきまして、手前に柚子胡椒を添えておりますのでお好みでお使いください。作りですが、本日の鮮魚がマグロと天使のエビとタイでございます。で、右手にございますのがクジラでございまして、中にクジラの脂身と生姜を巻いておりますので、そのままご一緒にお召し上がりください。上に乗ってます大根が本日は雪の結晶に見立てて作っております。こちらが大きい器に入っておりますのがカニとほうれん草のおひたしでございます。その上に乗ってますのが料理長手作りのカラスミでございます。数の子とピンク色のものがのどぐろレンコン包丁巻きでございまして、エビの玄米揚げでございまして、数の子でございます。からしレンコンフライでございます。
にお魚ニシンを添えております。隣白い器に入ってますのが、金目鯛の臨場合でございます。おそうめん料理でございまして、本日はそうめん屋さんが作った手延べパスタをご用意しております。伊勢海老の和風アメリケーヌソースでございまして、こちらはソースの方に 白味噌を加えております。まろやかな仕上がりで作らせていただいております。お肉料理が本日黒毛和牛の牛カツでございまして、赤味噌金山寺ソースをご用意しております。料理長の低温調理で仕上げさせていただいておりまして、お味噌をつけながらお召し上がりください。で、左上にございますトマトですが、こちらは奈良県橿原産のプチプヨという品種のトマトでございます。皮が非常に柔らかくて甘いトマトになっております。お食事が本日クラマご飯と、でワンモノがクジラのハリハリでございまして、さえずりとコロを使用した吸い物になっております。で、本日のデザートが奈良県産のいちごことかをご用意しております。目玉焼きでございます。こちらは料理長の名物デザートでございまして、見た目が目玉焼きなんですが、面白いデザートでございます。